トレイデン。はい、どうも、グリドでございます。本日はね、この選手を紹介していきたいと思います。何か俺、産み落としたかもしれん、今。はい。ということでね、多分聞き取れなかったと思うんで、もう一回言いますけども、プレイヤーモーメンツをディバラ選手をね、紹介していきたいと思います。まあ、昨日はスワレスっていうことで、本日はね、同時期に出たディバラ選手をね、紹介していきたいと思いますと。で、作成コストなんですけども、大体19万ぐらい、20万ぐらいで今は作れると思います。はい。で、役割意識に関しましては、普通。で、攻撃普通、守りが普通。で、利き足が左で、スキルムーブ4、逆足3ということで、まあ、これは通常のやつとね、変わってないという感じでございます。という感じで、全体的には、ペースシュート、パス、ドリブル、フィジカルっていうところで、金と比べて平均的にはだいぶ上がっているっていう感じですね。まあ、パスに関しては大幅、アップっていう感じでございます。はい。まあね、金のディバラを使ったことはあるんですけど、個人的には、ディバラ選手っていうのは非常に使いやすい選手という強い選手かなっては思っています。まあ、それ以上に強い選手が出てきたりとかしていたので、ディバラ選手使ってはなかったとかあるんですけど、まあ、強いですよ、ディバラ選手は。金でも普通に強いかなって個人的には思っています。はい。で、通常と比べたらこんな感じですね。うん。だいぶ違うね。だいぶ違う。はい。で、選手特性に関しましては、高精度シュート、華麗な身のこなしロングシューター、プレイメーカー、アウトカーブ、ドリブル技術ということで、めちゃめちゃついてるよということですね。ということで、連携スタイルは、まあ、ハンターだったりとか、あとシュートドリブルつける、フィニッシャーつけたりとか、いろいろあったとは思うんですけども、俺個人的にはホークぐらいでいいかなと思ってます。はい。フォークぐらいで全然ペースは足りるし、ね、シュートもできるし、でね、フィジカル面がちょっと弱い気がしてるので、個人的には。ここをちょっとね、上げときたいかなっていうのは思っている感じですかね。はい、ということで、スカットに関しては、まあ、ユベントス、まあ、ピエモンテカルチョですけど、まあ、ユベントスというところで、まあ、ここにね、ユベントスの選手、まあ、クリスティアーノ・ロナウドだったりとか、あとは誰やろ、まあ、左に置けば、ドゥーグラス・コスターだったりとか、あとはね、まあ、アレハンドロ・ゴメスとかね、アルゼンチンでセリアっていうところで、まあ、結構いるんで、割と緑ケミみたいな感じは、繋ぎやすいかなと思ってます。はい。ほんで、最近出た、リベリーとかも合わせやすいとは思うので、例えばディバラをこっちに置いて、まあ、こういう感じにして、リベリーを置いてあげても全然面白い選手なのかなっていうのは、個人的には思いました。まあ、ある程度組みやすいですよっていう感じでございます。ということで、早速、動画、行きましょう。はい、ということでね、試合動画見ていきましょう。まずはね、良かった点ですね。行きましょう。はい、ということで良かった点ですね。ディバラなんですけども、卓越したドリブルから左足の正確無比なシュートというところで、まあ、ディバラね、金のディバラに関しては、ドリブルがもうちょっとね、良くなればなと思ってたんですけど、そこがね、大幅に改善されてるような気がします。で、そこからのズドン、見ました、今の。ディバラね、左足のシュートがね、非常に高精度というか、威力も、正確性、隅も狙ってくれるし、めちゃめちゃいい選手かなっていうのは、個人的には思っちゃいましたね。ディバラ使うんだったら基本的には左足を使ってっていうのを意識しないとちょっとねこんな感じで外しちゃうとかいうのはあるかもしれないです。ただドリブルとかねスピード乗っちゃうと相手は止めづらいかなとは思うので、一応ディバラ選手めちゃめちゃスピードに関しては意識しなくても速い選手かなとは個人的には思ったりはしています。こことかね、いろいろコネコネして、ね、最終的に抜けて、こういう感じ抜けて、ズーンって打って、左足とかあったんですよね。全然外しちゃったんですけど、最後。で、ここを見てほしいんですけど、ズドン。ここ最高。やっぱり左足。やっぱりね、ちょっとスピードに乗った瞬間で、相手反応しにくくて、ディバラ選手、そこから振りが少ないシュートっていうのが強烈だなと思いました。で、よかった点。二つ目。で、安定したパス供給ですね。まあ、パスがね、今回、8上がりというか、めちゃめちゃ上がってるというところで、
右足でも左、逆足の右足でも左足でもあのうまいパスをねどん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 通してくれる選手かなとは思いました。特にね縦パスのパス、縦パス、縦パスがね非常にいい感じに通してくれてて、まあ、ワンタッチもすごいいいですし、まあ、左足から放たれるパスっていうのも正確ですし、あのディバラ選手がね前にいるだけで割とな安定したパスっていうのを供給してくれるっていうイメージは非常にありました。こことかねめっちゃ見てほしいんですよね。これめっちゃ素晴らしい。スピードも正確性もそうやし、ここめちゃめちゃ惚れました。で悪かった点なんですけども、ちょっといろいろねいいところめっちゃあって、悪かった点って言ったらまあここしかないかなと思ってます。やっぱ逆足、逆足です。やっぱりちょっと右足になるとちょっとね正確性と威力っていうのがめっちゃ下がるんですよね。やっぱ逆足精度3っていうところがやっぱ気になる、めっちゃ気になります。まあ、ここら辺がね、ある程度近づけば点を決めてくれたりとかするんですけど、でもここまで近寄れるってことであんまりないんで、ちょっと右足に関してはちょっと気になるかな。ドリブルはいいけど最終的に右足打つとちょっと、ああ外しちゃった、あんま右足だから仕方ないかって思っちゃう部分があります。なのでセカンドトップとかそこら辺が一番いいのかなとは思いました。はい、ということで、ディバラの、他の選手のね、比較をしていきましょう。まあね、もうパッと見、まあディバラに関しては、もうパッと見これだけでもめっちゃ強いんですけど、まず一人目。メンフィス・デパイですね。はい、プレイヤーモーメント、以前出た SBC のプレイヤーモーメント、今はもう取れないんですけど、取ってる人はね、ちょっと比較していくっていう感じで見ていくんですけど、この選手よりかは、ペースシュート、あとパス、ドリブルに関してはめちゃめちゃ、ディバラの方が高いっていうところで、あとスキルもね、こっちの方が高いんですけど、まあほぼ変わんない。まあスキル5が好きだったらこっちかなっていう感じ。あと、フィジカルがね、デパイの方がやっぱ高いし、っていうところで、まあこっちの方がねある程度ゴリ押しみたいなのはできるような気はします。はい、っていうとこっちの方がストライカー的なタイプかなっていうのは個人的には思ったりはしますね。ちょっと前線で張ってゴリゴリいけるタイプみたいな感じのイメージはあるので、ストライカーというかもっとゴリゴリいきたいっていう方はデパイなのかなと思いますと。でベルナですね。まあ、ベルナーに関しては22万っていうところではあるんですけど、ほぼ同じ価格帯で。まあ、こっちに関してはね、ほぼ全部勝ってるっていうところです。はい。ディバラがほぼ全部勝ってる。全部勝ってんのよ。で、苦手な足だけちょっと負けてるっていうところではあるんですけど、まあ、あと、まあ、ベルナーで言うと、やっぱシュートかな。シュートの部類がやっぱ勝ってる。まあ、あんまりスキル使わない人で、決定力高い人がいいっていうならこっちかなとは思うんですけど、まあ、それ以外はね、ほぼ決定力も変わんないし、なんでもできるタイプのディバラ買った方がやっぱお得なのかなっていうのは思いました。はい。で、ほぼ一緒かなって思った選手っていうのはですね、UCL ライブのアントワーヌ・グリーズマンです。はい。で、今89で39万2千なんよ、こいつ。それとほぼ一緒って、おぉ、やばくない？ディバラ。クソ、安い気がするわ。能力もね、ほぼほぼ一緒よ。で、スキルも一緒、苦手な足も一緒。ほんでね、ボディタイプも一緒っていうところ。で、ペース勝ってる、シュートも勝ってる、パスも勝ってる。まあ、パー、シュートはちょっと負けてるんかな、若干。で、ドリブルも、まあ、ほぼ同じ。フィジカルもほぼ同じ。これを見てさ、ディバラ弱いっていうやつおる。まあまあ、グリーズマンもね、ある程度使える選手かなとは思ったんですけども、まあ、ディバラはよりね、足も速いしね、この選手より足圧倒的に速いんで、なんかそういった面では、やっぱり、ディバラ40万ぐらいの価値はあるのかなって思っていたりはします。はい、ということで、最終評価に行きたいと思います。まあ、ディバラ選手ね、プレイヤーモーメンツ、まあ、20万以下で、まあ、買えるというところで、まあね、俺、的にはすごいいい選手かなとは思っています。不服ないですね。金で使ってるときは、まあ、自分は、まあ、ある程度使いやすいかなと思ってて、唯一気になったのが、やっぱドリブルで、今回使ったら、割とね、しやすかったので、なんかこれしやすかったよ、めちゃめちゃ。しやすくなってんだっていうのは個人的に思ったので、そういう不服はなくなったっていうところで、自分的には使いやすくなったのかなと思ってます。はい。で、最終評価ですが、星4つです。
5寄りの4よ。まあね、スアレス並みの5はちょっとつけられないかなと思ってて、まあ、あの、SBC で、もうトレフカで買わないといけないってなった時に、ちょっとそこら辺のね、コスパ的にはちょっと悪いかなって。悪いって悪くはないんだけど、うん、売れもしないしっていうところで星5はちょっとつけにくいかなと思って4にしました。うん、まあ、それ以外に関しては基本、自分は不服ないです。フィジカル弱いかなと思ったんですけど、フォークつけてあげることによって、ある程度ね、あの、フィジカルもなかなか、やれるような感じもしましたし、まあ、ペースも申し分ない、シュートも申し分ない。ただ、逆足が若干ね、あの、気になってる部分ではあるので、ちょっと左足で打つっていう意識をしないとはいけないですけども、まあ、そこら辺かな、気になったのは。まあ、そこら辺もちょっとマイナス点とあって4にしました。はい。ということで、ですね、この動画が参考になれば、高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ、また次の動画でお疲れ様です。